レッ宇宙から飛来するソリウスニュートリノの観測に成功し2002年にノーベル物理学賞を受賞した東京大学特別栄誉教授の小柴正俊さんが昨日浪水のため亡くなりました94歳でした自ら設置した観測施設神岡んでで超新星爆発で生じたニュートリノを世界で初めて捉えることに成功し ニュートリノ天文学という新たな分野を開拓したとして評価されました。